コピグさんありがとう。はい、今日はすっぴんです、すっぴんですというかメイク しない日。コピグさんありがとう。 MJ さん、あ、好き、え、なんか新しいギフト10個、ありがとう。生誕当たったよって、あ、ありがとう。新幹線です。コピグさんありがとう。あ、支払いか行きますね。ありがとう。なんか結構ね、あ、すごい。なにこれ。え、でかくね。アディセネクさんありがとう。でかくね。Tさんありがとう。生誕に来てくれる方は、ファンの方は大体みんな全員当たってた感じだったので安心しました。で、DMM で見てくれる方も頼みました。タータンさんありがとう。福清さんありがとう。セーター立てよ、よかった、滑り込み立てよって。小林公園どうでした？楽しかった？どうだったんだろう。早く私もしたいけど。たけしさんありがとう。クロちゃんさんありがとう。今日もちょっと短縮配信にしますね。今ちょっと覚えてて一息今休憩がてら配信つけました。配信をポチッと。 BB さんありがとう。お芋ちゃんさんありがとう。なんこのギフトでかっ、ちょっと忘れた。やっぱそうだよね。たっくんさんありがとう。よしてんさん好き、ありがとう。なんかなんかでかい。あ、スキー10個、たけしさんありがとう。すごいかわいいな、ね、ギフト。楽しかったか。今日も白いよ。白いですか？なんか黒の服着てるからじゃないかな。なんかさ、じゃあ、では今日ね、そのお仕事でお会いしたスタッフさん、たまに会うスタッフさんがいるんだけど、そのスタッフさんに、またあれ、あ、市村ちゃんまたなんか白くなったねみたいな言われて、そうですか、いや、私冬になるとなんか白くなるんですよねっていう返しをしたんだけど、私白、何も白くなってないはずなんだけどね。葵ちゃんさんありがとう。亀さんありがとう。なんかさ、これタワーと同じぐらいの大きさあるうん、警報さんありがとう。ね、違う。クラインさんありがとう。ダミーさん、そう、でも今日何も塗ってないからさ、別にさ、メイクで白くなってるわけでもないんだけど、ただただあれか、血色が悪いだけなのかな私。うん、なんか今日白いかもちょっと。うん、そう、1ゴールドタワー1ゴールドにしてはでかくない？チロシさん、パケさんありがとう。ツツンさん、ファントムさんありがとう。渋谷さんありがとう。BB さんありがとう。おたがしさんありがとう。あいつのとうとう、あ、おたさん、おたにさん、おいちゃさんありがとう。1ゴールドにして、してはちょっとでかいよなっていうおもろいクロちゃんさんありがとう。ゆきいろさんありがとう。まあということで、生誕祭はね、結構来てくれる方が、うん、ファンの方ね、いそうで嬉しいです。ありがとうございます。どのくらい経ってから、どのくらいだろう、いつからだったかな、半年くらい経ってからですね。こんばんは、ま
私はもう前髪切んなきゃな、次のギフト公演の時。だいぶ良くなりました。体調は大丈夫かな、すごいとても心配。葵ちゃんさんありがとう。ホームラン見ましたよ。生誕ね、まあ、村民の方みんなねほぼ当たってた。ダミーさん、憂鬱なバラさん、あ、好き10個ありがとう。手紙は誰からやってる、そうしよう。誰だろう、難しいね。誰でしょうね。前回七色、去年はひじりからだったと思うので、むずいな、誰だろうね。いやこの人かなっていうのはちょっとあるかも、私の中で選択肢が。おだち生誕2月行く、本当に嬉しい。そうね、13と15だからね。誰だかね、あおいちゃんさんありがとう。楽しみだとっても緊張すると思うけど楽しみ。もみちゃんさんありがとう。どちらの生誕ともどちらの生誕、そうで、おソロ待っております。明日からコンサートリハが始まるので頑張らなきゃなーって感じで。今日はね、あ、病院行ったんですよね。膝があれで心配で、一応病院行ったら、まあレントゲンとか撮ってもらったんですけど、タワーキャンペーン、そうなんだ、レントゲンとか撮ってもらったけど骨とか全く異常はなかったので、なんか膝のところについてる脂肪体っていうところがなんかこう曲げたり伸ばしたりこう膝をねすることによってこう骨の内に入ったりこうするらしいんだけど、それがなんか痛みのなんか原因かみたいになってて、なんかね、そう、膝に注射を打ってもらいました。だからそれで良くなるっぽいので、まあちょっと経過を見ていきつつ、全然なんかでも、運動しないでくださいとか全く言われなかったので、全然もうこう体を動かしてまたそれで経過を見てっていう感じで、また来週とかも行くけど、そう、靭帯とかは全く損傷もしてなかったし何も、マックさんありがとう。半月板のところも違うって言われて、膝のこのなんくっついてるこう脂肪のところがそう原因なだけで、まあそれはみんなあるらしいから、ズッキーさんありがとう。まあとりあえず明日からのコンサートリハもちょっとまあ無理なく、まあ、サポーターとかつけながらやったり、痛み止めとかもしあれだったら飲んだりしようかなみたいな感じ、まあ、大丈夫だと思います。骨とかマジで異常なかったの、全然大丈夫だと思う。タータンさん ありがとう、かわいい。疲れ、マラソンの疲れはもう残ってないですよ。ただただね、負担がやっぱかかっちゃってるだけなんで、足にも、もちろんそれはね仕方ないことなんで、負担がかかっちゃってるとか、まあ大丈夫だと思う。
高校卒業したり、あ、高校じゃなくてまあ中学、まあ、学生さん卒業ね、みんな卒業しましたみたいなとか見てちょっと懐かしいと思って見返した。私昔の、昔って言ったらあれか、4年前のあれを見返してさ、私の高校の、ほら花束持ってるでしょ、髪長いこれ卒業式の日に撮ったあれです、卒業証書。見えないな、卒業証書ね、長い、髪長いんだけど、卒業証書2019って書いてあって2019?4年前ちょっともうびっくりだよね。西田さんありがとう、生誕って来てください、来て来て、そう、しょう、そうでしょ、マバムに送ったと思う、そうね、卒業しましたみたいな、うん、メイクとかほとんど薄いからね、花束もらって、葵ちゃんさんありがとう、セーター当たったー、イエイイエイイエイ、すごいね、いいね、いや、いい、いいのか、でも卒業は寂しいからなね、入学式とかならいいなってなるかもだけど、卒業式はもう高校とか、あ、社会人に、社会人じゃないけどあれか、もう高校卒業してね、もう学生じゃなくなって、まあ、社会人になる人はなるし、早いなってなっちゃってた、その時は。国生さんありがとう、でしょ、長いの新鮮だよね。で、まあ、あー、クロちゃんさん、国生さんありがとう、なんかピナとかも卒業して染めてたりしてね、えいいですねいいですね、ピナちゃんはね、似合うよね。私まだ伸ばさない、伸ばさんよ、まだ伸ばす予定ない、まだ今んとこまだない、まだ1年間から伸ばさないと思うけどね、そうそうそう、学割とか使えなくなってね、染めてたね、いいね、なんかお知らせ来て、あ、え、フォロワー1万100人に近いじゃん、もう1万にそこ行くか行かなくさまよってたのに、これショールームフォロワー、よかった、え、 6? ああ今ホワイトデーのキャンペーンみたいな感じなんだ、なるほどね、あ、ありがとう、国生さんありがとう、何なんだ、メンバーという1タワーキャンペーン中、これなんだろう、まあそうなんだ、そういうあれなんだ、1340ありがとう、国生さんありがとう、ねえ、ね、あのツイッターはね、あともうちょっとでね、あれだからね、
頑張ってフォロワーさん増やす、増やしたいけど、まあむずいね。あれだ、あのあともうちょっと2万人です。2万人まであともう少し。嬉しい。大木さんありがとう。髪染めて、だが結構ふあれだね、ゴッキーの中でも増えて、ピナもディナもイオリも染めててね。ね、私のファンの方は私がもし染めたりしたら、あの悲しむ方は少なさそうだなとはちょっと勝手に思ってるなんかあのそういうのそういうとこがいい、いいとこだなとは思う。なんか私のなんか、いやいや、なんて言うんだろう、こう見た目だけを重視してる方が少ないとこも私はあの好きなとこというか、いいとこなので、なんかビビーさんありがとうございます。そう、私はなんかそこがね、なんかみんなにちょっとありがたいなみたいなとこはある。ありがたいと思ってるとこ。そう、そうなんだよね。でもさ、同じくさ、私もさ別に束縛とかしてないじゃないですかみんなに。だから私も自由にいろいろやらして、あのしてほし、やらしてほしいよね。そこはお互い様、なんて言うんだろう別にそのこう縛らずね、お互いがこうお互いの意思を尊重して生きていくのが一番いいと思うので、そうなんかそう結構こうね言ってくる人とか、こう私のファンの方はね、あんま なんていうの、いないのがマジでちょっとありがたいとこではある。そう、ゆうつのばあさん、くにしょうさんありがとう。なんかめっちゃこう理想を押し付ける人がいなくてありがたいっていう感じだな。私はもう自分のあれをしてるからさ、いつもくにしょうさん、ゆうつのばあさんありがとう。染めたい欲ありますよ全然。そう前から言ってんのよ、でも染めたいですっていう黒髪中に転生やめてくださいやめてください。まあでもそうだね、そういうなんかビジュアルっていうか、その見た目とかでさ、もし嫌いになられちゃったら、もうそこまでのあの好きだったんだなってちょっと、まあ普通に私はがっかりするだけなんで、なんかもうそうですかってなっちゃうな。いやもうね、好き嫌いはあると思うけど、そういうのってなんかそういうビジュアル変えたりしたらさ、ねえ絶対みんながいいなって思うあれはできないとは思うけど、もしそれであのなんだっけ教えとかされちゃったら、もうそれは仕方がないかなみたいな私はうん、別になんか見た目っていうかこう中身もこう含めて好きでいてほしいから
うん、そこの見た目でもちょっとねあれだったら、うん、そこまでの関係だったってことだどんな姿でも好きだよというか、うん、ね言ってくれるくらいの人がいいピカちゃん脱がれるのはなぜ、まあでも染めるっていうの結構タイミングが大事らしいので、あのアイディに限らずメンバー全員何にもなく普通の日にただ染めるって人いないじゃないですか、あんまりタイミングなんだっていろいろと。そうだからまあね、まあ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 、ほいちゃんさんありがとうございます。みんなの希望に添えないのは仕方ないこと。そうなのよ、もう全員の意見聞いてたらねアイドルやってらんないそう、金髪は苦手だからそういうあの一人一人の意見聞いてたらもう何もねあれだよ、気にしてたらね何もできない。あいつ好きな何でもいいよが急に染めたらなんかあるんですよ。あ、だからそのなんかあるじゃなくて、そのタイミングっていうのはお仕事上でのタイミングだね。お仕事上っていうか、なんてピナだったら高校卒業してそのタイミングいいじゃないですか。そうとかとかとか、誕生日染めましたとか、二十歳になって染めましたとか、そういうことよ。そのタイミングっていうことで。髪色しないかな、ね、髪色変えただけであの何もう好きじゃなくなったとかだったらもういいやってなります。もうその人とはバイバイとかなっちゃう私。ダメなのかなこの考え、どうなんだろう、良くないよっていう考えなのか。でもさ私そういうあれじゃないと思うんだよね。なんかファンの方そういうのも含めてね楽しんでくれる人が多いからさ、まあ大丈夫だと思うけど、今後どうなろうと、うん、バイ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 になっちゃうじゃん。だってそんな推し変しますとかなったら必然的に私が待ってとは言わないもん。私はもう支援しないで待って、なんでそんなことやのとか言わない。別にもしこうそうなっちゃったらさ仕方がないじゃないですか。そんな私何も悪いことしてないのにさ、何も悪いことしてないのになんか推し変されちゃったらさもう何止めようもない、まあ、そうですかってなっちゃう。好きって言ってくれる人だけ私大切にしたい人だ。単なる教えの理由でしかない。そうですよねいろんな位置見れるから見てみたいから何でも、まあそうなんだよね。もう結局なんか別にそんな髪色なんて戻せるしさ、いろいろ何でも変えれるしさ、なんかまあエンタメとしていいよねって思う。だから私染めたい気持ちないのみたいな言われたりすると思うけど、全然あの染めることに対して否定な気持ち一切なくて、むしろ肯定な気持ち大きいよ。おいもちゃんさんありがとう、国翔さんありがとう、ナッピともげくナッピ、うん、どこがでもナッピさんとかってもうあの美獣含め全部がもうそうだよね。あれが なんて言うんだろうね、うん、私とは違うのよそうそうそう、それとも愛知は愛知だからね。そうだよそうだよ、そういうのをまあなんか受け入れてくれて
なお好きになってくれたりするのはが一番、まあ理想じゃないですか。そう、理想だけども、まあそれでね、より楽しんでもらえてたりするんだったら、あ、楽しんでもらえる人がいい。ケイボーさんありがとう。なんか理想の人みたいな話になっちゃったけど、そういうのを含めて。でも私もファンの方に押し付けるわけではないからね、あのそうであってよって言うわけではないから、別にもうそれ自由。タッタンさんありがとうございます。お支援しちゃうのは頻繁でないって言って、あ、そういうことか確かに。ちゃんと帰ってくるのかな。帰ってきたとてよ、うん、でも私が言いたいのは、みんなやっぱを楽しませたい精神なのよ私って。面白いこと好きだし、楽しいこと好きだし、あのそこだけは理解しててほしい。何でもそう楽しみたいタイプなのよね。だからそういう機会がもしあったりしてもやっぱ面白いよね。面白いというか楽しませたい気持ちある。でも私をもう好きでいてくれる方は分かると思うけど、そういうとこあるからね、私楽しませたい精神旺盛なんだよね。見合っていて可愛くなるなら、可愛くなるなら染めて可愛くなる保証はないよね。でもうん、老けたなとか、なんか似合ってないなとかなる可能性はあるよね。まあでも心配ないよなとすごい信用してもらってる。黒髪しか幼いままの前でウィッグをつけないウィッグね。だからもし嫌だよっていう人とかさ、もしね私いつか染めた時とかに嫌だよとかなった人は、もうなんかすごい高級なウィッグを送ってほしいよね。カメさん尊いありがとう、あのいいやつ送ってあの配信つけますから。谷川隆さんありがとう、ズッキーさんありがとう。リクエストしてみる、そういう感じ。でもお支援するよりするのがいいですね。うん、いいとは思う。でもなんかなんて言うんだろう、そのじゃな種類もねあるね。その種類っていうか言ってくる種類にもよる。なんかその種類っていうかさ、なんて言うんだろう、これやってよとかそういうあれはなっちゃうと、私逆にあーやりたくないやとかなりかねない、そのものによっては。だからまあその内容によるけどね私がショートにしたのは、あの自分もショート別にそんなするつもりなかったけど、最初配信でショートにして、まあファンの方とかに結構好評だったんで、ちょっと背中を押されてというか後押しされて、あ、してみようかなってなったんだかなったので、そのでもみんなにはそうショートにしてよっては言われてないね。いいね、いいじゃんっていう、そのいいじゃんっていうこの賛成 のプラスな意見を聞いて、私はあ、じゃあしてみようかなって思えたから、ってことはなんか言い方があれだよな、そのえあれやりしてよみたいな、このあのあのそのミッションみたいな感じで言われちゃうと、あのそう難しい、そのうん、そうあのこう指令みたいな感じで言ってくるとあれだけど、そうそう
いいねって、そういいねっていう、そういうなんかプラスなこうお言葉が私は好き、うん、あのそのいい時にだけ、いい時はいい時でね、だから良くないのにさいいねって嘘って言うのは私は求めてないんで、別に何でもかんでもいいねと言ってほしくないけど、そうそうそう、何でもかんでもいいねって言ったらもうね、ちょっとあれだよね。そう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 、そう、じゃあ命令系は受け入れます。そうですね、命令系はちょっとうんって感じ。そう、私はそういうねタイプだ。でも命令系で言ってくる人いないから、ファンの方はてかいたの、初期の頃は多分私が入りたての頃とかはいろんな人がいるじゃん、ファンの方一回見に来たりさ、いろんな方いるじゃん、そういうコメント私スルーしちゃってたからずーっと、もう初期の頃からそういう感じの方のなんかお言葉結構私もう取り入れてなかったから、そう、谷川やったかさんありがとうございます。それとは何かあったのかなと思ってしまう。何かあったのかな、ないんじゃないですか。メンバーだって垢抜けたいっていう気持ちとかもあるだろうし、まあもう世の中染めるのが悪いとか、なんか遅ないっていう、ちょっともう古くないっていう感じじゃない。現代はそんな、アイドルだから黒じゃなきゃダメとかはないと思いますけど、黒髪じゃないと嫌っていうファンの人いるなんて、ちょっといる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 と思う、いると思うよ、いると思うけど、まあそういう方がもういなくなっちゃったら私は別に落ち込まないな。だっていいねって思ってくれる人がついてくれてるんだったら、さすがにさ変、めっちゃ変だったらさ、それはねファンの方がどんどんいなくなっていくと思うし大人の方からもおかしいよってこう言われるとは思うから、別にそうでなければ大丈夫じゃない、大丈夫じゃないっていうかいいんじゃない、いいと思うけど私はね。雰囲気変わった後愛知です、いやいいよね、いいと思う、ほんとイメチェン大事じゃない、入れ替わりも歴史感じる、入れ替わりを、あーそうね、見るよね、そりゃ初期の方から、初期の方、どうだろう、半々くらいな気がする。年配の方多い、まあ確かにね、どうなんだろう、まあその人によるよね、年配の方でも、あーなんかもう可愛いねってすごい言ってくれる人もいるしさ、なんでもそうね、人によるな。社会人になってめんどくさくなってみた、わかる、手入れは大変そうです、まあそんな感じで、なんでこの話になったかというと、あピナが染めたねの話からなったんだ、うん、その私でも美女で売ってるわけじゃないって自分で分かってるからさ言っちゃ悪いけど、なんかその美女を好きでいてくれる人にちょっと失礼かもしれないね、でも失礼っていうかごめんってなる、あれだけど、なんかその美女でこう売ってるわけではないと思
思うから、私はこう人間性含め人間性含め好きになってもらいたいという気持ちの人なので、いろいろこう楽しませたいというか。ヤクさんありがとう。そうそう、だからなんかそういうのも含めいろんなさことを、私はさ初めてのこととかもさいろいろやったりさしたいみたいな人だから、そういうのも含めなんか楽しんで、見守ってもらってたらもらえるのが一番幸せだな、私は。そうなんか、そう全部を含めて楽しんでもらいたいのがすごい、楽しんでもらえるのがすごい私の幸せでもありっていう、なんかそんな感じ。あ、性格変えてそこが美女から入って性格も好きって、もうどっちかで、どっちもいるよね。ありがとう。まあだからいつか私が染めるってなっても、なんかだから心の準備はいつでもしといた方が、なんかもしね嫌だっていう人は私がいつか染めることになったらさね、落ち込んじゃったらちょっとあれなんでね、なんかもう いつかっていうのはあのいずれか染める日がもし来たのならば、あ来ることになるかもしれないじゃん、わかんないじゃんそれは。そうまだ全く決まってないですけど、そう本当に何にも決まってないですけど、いずれ染めることになってもいいように、みんなは心の準備をしといてよ、いつでも。うん、と言いつつも何もあのなんだろう計画も立ててないというか、何にもプラン決まってなくて、だって、まあ、一つ染めれない理由というか、あの染めない理由は今ちょっとプロモーション期間で、やっぱ選抜の16枚目の選抜期間で、まあ私黒髪なので、そう、うん、だからその新曲のタイミングでとか、そういう時とかがまあまあいいのかなとか思うけど、まあ私が入れるあれもわかんないしね、そういうでかいそのタイミングとかが多いよね、やっぱその今一応ね黒髪なので、あの君は元できる、うん、なんでちょっとまあもうすぐ染めるよとかはないですね、ないというか、そう愛知はファン思いだねってファン思いなのか、ファン思いなのかっていうか、もうそういうので悲しんじゃう人がいたらもうごめんねってなる。うん、でも中身は変わんないから、もうついてきてくれる人だけついてきてってなるな。バイクエロさんありがとうございます。そんな感じですね。ということでそろそろ終わりたいと思います。こんな長くやるつもりなかったんだけどうん、ではランキング見ます。13位ヤクさん、12位フォクピグさん、11位クロちゃんさん、11位さん、9位 BB さん、8位 MJ さん、7位ズッキーさん、6位おいもちゃん、
さん、5位ゆうたなばさん、4位たったんさん、3位たけしさん、2位くにしょうさん、1位あおいちゃんさんです。ありがとう。福きよさん、ありがとう、ありがとうございました。みなさん、明日も、明日からのコンサートリハン頑張ります。私練習します。頑張るね。バイバイ。ありがとう。